はい、今日のアフタートークはハンカチと服の裾、手を拭くのはどっちが清潔か、科学系 YouTuber 市岡元気先生に聞いてみたという記事です。鳥もちゆずらさんの記事です。よろしくお願いします。はい、でこれは、趣旨としてはですね、ハンカチってなんかこう手拭いて湿ったままポケット入れたりとかして結構汚いんじゃないだろうか、で服の裾で拭いた方がむしろ乾燥してて綺麗なんじゃないのっていうのを、鳥もちさんが疑問に思ってたところ、なんか科学系 YouTuber の、市岡元気さんという方が実験してくれて、その結果をインタビューしたという話です。でなんですが、今日紹介したいのはですね、これ実は鳥もちさんの初めてのインタビュー記事だったんですけど、はい、というところを、注目して、紹介したいと思います。で、まあ、こんな感じでスタジオにお邪魔してインタビューしたんですけども、富山さんはね、そんなにでも、言ってもそんなに緊張してる様子はなかったですね。むしろ楽しそうにしてて。で、僕もなんかインタビュー記事初めてっていうの、全然気づいてなかったんですよね。で、その一緒に僕も同行して、行きがけだか帰りだかにちょっとポロッと言われて、ああそういえばそうだなと思って、初めて言われて気づいたぐらいでした。で一通りインタビュー終わって、じゃあ帰り際にちょっとどうやってインタビューまとめたらいいんでしょうかっていうのを話すランチがあって、はい、サイゼリアでお話をしまして、で打ち合わせをして終わって帰りました。でその後で、まあちょっと初めてなんで、いつもやっぱ鳥もちさん自分で工作作って書く記事もあるから、うん、初めてなんでちょっと早めに入稿してもらって、うん、様子見せてくださいみたいな、多分リライトもあると思うのでみたいな話をしてて、でまあ実際来たというか、まあ掲載した原稿がこれなんですけど、はい、ちょっと序盤に構成を見ていくと、まあこれ記事の一部を切り抜いたものですけど、まず最初に、まず実験の概要がここに書いてあって、でその結果が載せてあって、で、まあ、これだけだと分かりにくいで、この結果はどうだったかって説明ですね、説明があって、でこれちょっとインタビューの断片みたいなちょっと会話が入ってて、でこう写真を見ながら説明してくれてるパートがあって、で次の実験に続くこうフリード文というかがあるって言って、構成がめちゃめちゃ綺麗なんですよなんかこう心配してた形のやつが全然来なくて、完璧なやつがほぼ来てしまって、これ鳥もちさん初めて書いてこれですごいなっていうのがまず、そうですね、の感想ですね、で思ったのは、よくありがちな、そこ初めてインタビュー書きましたって言うと、はい、こういう風になりがちだなって思ったのが、まず会話をダラダラ書いちゃって長くなりがちだなっていうのがすごいコンパクトになってて、はい、でしかもよくなんかすごい気を使っちゃう人いません、はいはい、なんかすごい敬語使って、なんか誰々さんが何とかとおっしゃられて、はいはいはい、なんとかさせていただいたみたいなになると、うん、記事としてはちょっとなんかダラダラしちゃうんですけど、それもないし、であとインタビューって話した順番結構話行ったり来たりするんで、それに引っ張られてそのまままとめると読みにくくなったりするのもなんかすっきり一本道になってたし、あとはその口語で、ね、なんかその統治で喋ったものの相場を載ってたりするというよくあるんで読みにくいんですけど、これも全然なくて読みやすかったというので、ほぼ完璧なものがそうですね、うんうん、そう鳥もちさんの初インタビューが上がってきました。うまいから全然気にならなかったけど、言われてみれば多分こういう落とし穴 あったはずなのにね。そうなんですよ、うん、で結構こうもうこれのフルコースが来るかなぐらいの持ちでちょっと待ち構えてたんですけど、うんうんうん、全然綺麗でした、はい、という鳥もちさんの才能をですね、皆さんにお伝えしたかったのが あとそうだ、さっき鳥もちさんにコメントをもらったんでした、はい、初インタビューの感想どうでしたかというので送ってもらったんですけど、インタビュー中はライターっぽいことをしていると実感して嬉しかったです、はい、でも取材が終わった後メモを見返したら、悪い菌じゃないということしか書いてなくて呆然としました。話を聞きながらメモを取るのが難しいです。これでもメモは見ても分かんなくないですか？メモはなんかキーワードだけ書い
ったり、なんか書い、はいはいはい、書く振りつけるだけで、あんまり書いてないよね。そうですよね。結局なんか録音聞きますよね。うん、なんかキーワードだけ書いて四角く囲ったりとかしてるぐらいな感じですかね。はい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 、はい、うん。なんかこれはでもこれはこれで正しい気がしますね。うんうん、そうだよね。そう思うと。うんうん、ね、あとは、聞いたことを書けばいいから作業がない分工作記事より楽だと思ってたのですが、全然工作記事よりも大変でした。工作記事大変だよね。作って書いてたから倍かかるもんね。でも楽なんだ。はいはい、ああ、うん、そうですね。なんか、うん、その日の話って言ってたのはインタビューはすごい楽だと思ってたっぽくて、もう話してたから舐めてんな。そう。まあでもね、聞いて、うんうん、うまくいけば楽なんだけどね。確かに。でもやっぱね、1時間話聞いたのをなんか数千字に圧縮するの結構大変ですよ。あ、そうですね。なんかね、削って削ってみたいな感じになるもんね。けどまあでもやっぱ最初はそういう感じだったんだなと思って、うん、でもそれでもなんかやってみたらちゃんとできたのはすごいなと思いました。そうですね。で、あとは普段聞けないような専門的な話を聞いてて、うん、とても楽しかったですということで、うん、はい、はい、楽しんでもらえて何よりという感じですね。今ね、いろんな人に俺スマホのホーム画面をずっと見せてもらってるんだけど、はいはい、まだ、あ、はいはいはい、はい、堀本さんに見せてもらったらなんかLINE のあれが入ってて、文字起こしの、ああ、それはうん、このインタビューの後のこのどうやって書いたらいいんでしょうか、うランチの時に、うん、でなんか石川さんに言われて入れましたって言ってた。はいはいはい。そう、俺も意外なものが入ってるなと思った、うん、確かにちゃんと入れてましたよ。1画面目に入ってました。1画面目に入ってた。ホーム画面に入ってた。そんな使うのかな。そうだよ、ね、僕もめちゃめちゃ使ってます。あれ便利だね。便利ですね。あれだね、やっぱね。あれですね。あれなんか再生できるのがいいですよね。いや、そうだね。セリフのその部分だけ。そうそう、なんか Mac 用のツールでああいうのあったっぽいんだけど、でも全部で使えるからいいよね、あれなら。そうですよ、そうです。なんで LINE はあんなことを、あんな素敵ないいものをさ、タダで出してるの？全然わかんないですよね。わかんないよね。プロがゴリゴリ使えるツールだと思うんですけど。そう。まあね、Gmail もなんでタダで出してんのっていうものではあるけどね。そうね、Gmail でもその先に課金があるじゃないですか。ああ、まあそうだね。なんか容量アップとかで。広告が入ったりね。そうそうそう。クローバーノートは全然何もないですよね。そう。なんだろうね、あれね。なんかあれを使って LINE ユーザーを増やそうみたいなのと全然違うじゃん。LINE ユーザーの方が多いじゃないですか。うん。きっと社内でそういう議論があるだろうね。これはいつプロモーションにつながるのかみたいな。確かにな。それをなんかマネタイズしろって言われて必死で食い止めてる人がいるんですかね、優しい人が。デイリーポータルのなんか昔を見るようだね。これはいつ本業のプロモーションになるのだって言われて、はいはいはい、なんかいろんな説明してるっていうね。でもきっと LINE はなんか賢いからみんなでちゃんときっちりロードマップ書いてんじゃないですか、こう。ああ、まあそうでしょうね。うん、で、あ、そうそう、これさっきね、ちょっと言ってたのは、今、はいはい、YouTuber ってあんな設備投資、設備持ってるんだっていうのがすごいびっくりして。そう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 。なんかね、写真をちょっと後でつけたんですけど、あ、でもそんななかったな。なんか こんな感じの、いやー、え？スタジオですね。もうこのなんかかっこいいさ、未来基地みたいなドアのついたスタジオをがもうあるんだよね。そう、なんかね、たら3部屋ぐらいあって、うん、物置部屋と、うん、あとこの、うん、さっき言ったなんか応接室というか、このインタビューしてる部屋、はいはい、こことあと今のスタジオがあって、はい、で手前側はなんかいろいろ機材が置いてあったりとか道具が置いてあったりとかするんですよね、うん、このまあなんかこの人デンジロー先生の弟子だった、なんかチームの人なんだね。なんか調べて、そうなんですか。うん、あ、そこは知らなかった。こういう化学賞みたいな
ので生計立ててて、すごいね。でもいちいちだってその顕微鏡とかも高いじゃない。そう、なんか どれだっけ、どれかの機械が1000万するってことですよね。そう、1000万って言ってたもんね。今 YouTube ってこんな世界になってんだと思ってで人もいましたしね。あ、アシスタントがいるんだ。そう、何人かいましたよ。へえ、すごいね。そんな、な、本当なんかプロダクションというか。そうだね、 YouTube ってさ、ね、テングマンとか作ってる世界じゃないんだもう一人じゃ全然ないですね。そうなのか。昔石川くんがすみさんとテングマンやってたけどあれじゃないんだねもうそうっす ね、 ね、こんなの叶わないじゃんね。こんなことされたら俺たち叶わなくていいんだけど、いやテレビじゃん、テレビだねこれ。そうですね、うん、だからなんか100万人とかいるとチャンネル登録、うんうん、そのぐらいっぽいですよね。あ、もうそういう規模のビジネスになるんだ。うん、なんか他の僕が他よく見てる他のなんか電子工作系のチャンネルとかもあるんですけど、うん、そこもなんか100いかない、なんか2桁万人とかなんですけど、うんうん、なんか従業員が2人いるみたいな話をしたりとか。へー、ほー、そうなんだ。そうそう、じゃあなんかで YouTube やるかみたいな気軽な感じじゃないんだね。そうです、そ なんかその間が見えないですよね、うん、なんかまあ僕らもね YouTube、 これ YouTube ですけど、うん、あ、そうだ、これ YouTube じゃん、これ YouTube なんだ、ね、そう、あと本当になんか小学生の子供の友達が YouTube チャンネル始めてたりとかして、でなんかそういうのもあるんですけど、そこからここに至るまでの道筋が見えないですよね。そうだね、どうやったらこうな、怖いのはさ、こ う、はい、こうなるぞって設備これだけ買っちゃってならないのが一番怖いよねあー、でも全然ありますよね。あるよね。なんかあのほら石川くんのさ、はいはい、あのヘボコンに来たトルコからの YouTube、 あ、はい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 、あの人の YouTube もすごい綺麗なところでやっててさ、かっこいいなって思ったけど、あの人もね、アトリエでかいところも、そうだよね、アトリエだよね。家でやるもんじゃないんだな YouTube って。そうですねあ、なんかそう売れてる人のやつを昔から見ていくと、うん、あ、家じゃなくなったなっていうとこありますね。そうなのか。あ、ここでスタジオできたんだ。そう、なんかあのトルコ の、うんうん、あの トルガっていう彼は、はい、今年もなんか来る予定だったんですけど、はい、なんか去年ヘボコンに来た後ぐらいにアトリエを引っ越したんですよ。うん、はいはい。なんか、もともとイスタンブールとかだったのかな、うん、だったのかな、なんかね、その地元の町に引っ越したらしくて、はい、で、なんかおめでとうみたいな話をしてて、で、今年も来るって言ってたんですけど、うん、なんか、そこのアトリエが、水漏れだか雨漏りだかでひどいことになっちゃったらしくて、はいはい、ちょっと行ける状況じゃないって言って、今年は来ないことになりました。そっか。なんかね、ディスカバリーチャンネルとかのああいう実験番組みたいな規模でやってるもんね、はいはい、アトリエで。そうですね、そうですね。うらやましい。うらやましいですね。はい。うらやましいって話でした。はい、すいません。はい、以上です。はい。あ、うらやましいっていう話と、鳥もちさんが、インタビュー上手だったっていう話でした。はい。